第三代順弾シャクサー・ウィリアム・ウィンダムは、イギリスのトーリー党政治家、スチュアート長最後の君主である、アン・女王の知性に、戦時大臣、財務大臣を歴任。ハノーバー朝の継承に強く反対するジャコバイトの一員であり、ジョージ1世の知性からジョージ2世の知性初期まで、庶民院の野党指導者を務めた。ウィンダムの一人目の妻は、 第六代サマセット公爵チャールズ・シーモアの次女レディ、キャサリン・シーモアであり、二人の子供はすでに断絶した、パーシー家のノーサンバーランド伯爵が維持していた、カンバーランドのイグリモント場とサセックスのペットワース、ハウスといった多数の遺産の半分を継承する権利を有した。この複雑な継承により、長男のチャールズは第二代、エグレモント伯爵になった。次男も伯爵に除され、 娘のエリザベスは首相ジョージ・グレンビルの妻で首相ウィリアム・グレンビルの母になった。オーカード・ウィンダム近くのウォッチット港を建設したという業績を残している。第2代順弾尺、エドワード・ウィンダムと第4代順弾尺、ウィリアム・ルーソン・ゴアの娘キャサリンの間で生まれた。ウィンダムの紋章ジョージ一世の紋章。ハノーバーの白馬が第4クォーターにある。ウィンダムは イートンカレッジとオックスフォード大学、クライストチャーチで教育を受けた。グランドツアーの最中、ローマで、とある占い師に出会い、白い馬に気をつけろと警告された。後に、イングランドでも同様の警告を受けたが、後に、その白い馬が、ジョージ一世の使用したイングランド王室紋章の第四クオーターにある、ハノーファー君主の紋章に描かれているザクセンの馬を、 さすと判明した。彼は、ジョージ一世に反対して、多くのいざこざに巻き込まれてしまうのであった。1710年に、庶民院に入り、1712年に、トーリー党内閣の戦時大臣に、1713年に、財務大臣になった。旧進派のトーリー党指導者、ボリングブルック死爵と親しく、アン・女王の死後に、ジャコバイトのスチュアート朝復帰陰謀に関与。 それが失敗すると罷免され、1714年に短期間投獄された。ジョージ一世の治世が始まると、ボリングブルック子爵はフランスに逃亡して老神王、ジェームズ・フランシス・エドワード・スチュアートの宮廷と交流、ウィンダムはイングランドにおけるジャコバイトの指導者の座についた。ジョージ一世を追い落とす反乱が1715年夏に計画され、ウィンダムは7月に、 おいしん王にメッセージを送り、ツイでも無駄にしないよう、促した。しかし、計画は露見してしまい、ウィンダムの役割が、内閣に示された。この時の閣議には、ジョージ一世とウィンダムの義父である、第六代サマセット公爵も出席しており、サマセット公爵は、保育党政府の一員でハローバー朝を強く支持、したが、同時に、ウィンダムを逮捕から守りたかったため、 彼の責任を持つことを提案した。多くの閣僚はサマセット公爵のような身分の高い人物への攻撃をはばかって同意しかけたが、北部担当国務大臣のタウンゼンド磁爵の身は政府が決心を示すべきと考えてウィンダムの逮捕を同義した。閣僚たちは返事を瞬順して10分間の沈黙が続いた。やがてに3人が賛成に回り、 ジョージ一世は逮捕を直拒した。ジョージ一世は支出に戻るとき、タウンゼンドの手を握って、あなたは今日、世に大きく貢献したと述べた。ジェームズ・スタンホープは、ジョージ一世からのメッセージを庶民院に届けた。ジョージ一世は、庶民院、議員6名を王国への信仰を支持する陰謀への加担の疑いで、逮捕することへの許可を所望したという。この議員六名とは、 ウィンダム、第四代順弾尺ジョン・パーキントン、エドワード・ハービー、トマス・フォスター、ジョン・アンスティス、コーベット・キナストンの六名である。許可は与えられ、ロンドンに滞在していたハービーと、アンティスは即座に逮捕された。ハービーは、自身の胸を二三箇所刺したが、致命傷にはならなかった。フォスターは、逃亡に、成功、1715年ジャコバイト放棄で、 ジャコバイト軍の将軍を務めた。1715年9月23日付の国王宣言。表題は、サー・ウィリアム・ウィンダム順断尺の発見と逮捕。逮捕の決定に従い、コールドストリームワーズのジョン・ハスク大佐が、オーカード・ウィンダムの自宅に滞在していた、ウィンダムの逮捕に向かった。この時の出来事は、同時代のコメンテーターのアベル・ボヤーが1716年に、 詳しく記述している。ウィンダムは午前5時に起こされ、ウィンダムの寝室を調べたハスク大佐は、彼のベストのポケットからイングランドに侵攻して老神王を大いにつかせることを計画した陰謀者のリストを見つけた。ハスク大佐には、礼儀をもって接するとの命令が下されていたため、ウィンダムが服を着替えて、当時妊娠していた妻に、特別の言葉を述べた後、午前7時に、 大佐の非対捕者として出発、そのために大型馬車と馬六頭まで用意するという約束を信用した。しかしウィンダムは自室にある警備されていない三つ目の門から逃走した。窓から飛び出して、外で待っていた馬に飛び乗ったともされる。これにより、ジョージ一世は1715年9月23日付で、サー・ウィリアム・ウィンダム順断者の逮捕宣言という会場を出し、 ウィンダムの逮捕に千ン,ンドという莫大な賞金をかけた。一時は聖職者を奮して逮捕を逃れたウィンダムだったが、もはや望みがないとわかると、ロンドン近くのシオンハウスで岐阜のサマセット公爵を訪れた。続いて、ロンドンに向かい、公爵の息子でウィンダムの義兄キングズ・ライフ・ガーズの大儀だったハートフォード伯爵の元に出頭、逮捕された。ウィンダムは、 ロンドン島に投獄され、サマセット公は当局にウィンガムの保釈を求めたが拒否された。その直後、ジョージ一世はサマセット公を首名頭から解任した。ジョージ一世の知性からジョージ二世の知性初期まで、庶民院員の野党であるトーリー党の指導者を務め、首相ロバート・ウォルポールに対し公共会派とトーリー党の原則を守るために戦った。 海外逃亡していたボリングブルック施策とは連絡を取り続けており、1723年以降はウォルポールを失脚させる計画にも加担したが失敗に終わった。1738年以降、ジェントルマンズマガジンでマグナ・リリパッティア上院の弁論として出版された議会議事録にはガンダムの偽名で現れた。 当時の議会議事録の出版では発言者の本名記載が禁止されており、その裏を書くために発言者の名前が偽名やアナグラムに置き換えられ、弁論の内容はガリバーにより直近に有名になった国のものだったが、その冒険心に溢れた冒険者の不慮の死により、自分で出版できなかったとされた。すなわち、ジョナサン・スウィフトのガリバー旅行記と同様のものであるとの主張だった。 しかし、出版された演説のうち、ウィリアム・ピットによる演説とされるものにも、ウィリアム・ガスリーやサミュエル・ジョンソンといったマガジンの執筆者による創作が含まれている。このように憎悪を向けられることも多いウィンダムだったが、ロンドンでの公的生活では評判が良かった。例えば、1739年のステゴ養育院の、 特許上では、創立時の総裁の一人に名を連ねているが、その背景には、岐阜の第六代サマセット公爵の二人目の妻、シャーロット・フィンチが、病院の創立者、トマス・コラム大員による国王ジョージ二世への請願に、最初に署名した人物だったことがある。ステゴヨイク育イ院は、イギリス初のステゴのための孤児院であり、当時のロンドンの事前事業では最も流行した。 総裁には、ウィンダムのほか、ニューカッスル公爵、ウォルドグレーブ伯爵、ウィルミントン伯爵、ヘンリー・ペラム、アーサー・オンズ・ロー、ウォルポール・男爵、さらにロバート・ウォルポール自身までと、早々たるメンツが揃った。狩猟中の落馬事故により、1740年6月17日にサマセットのウェールズで死去した。ローマで受けた占いにあやかって、馬の色は、 当然、白であるとされた。ウィンガムは二度結婚した。一度目の妻は、第六代サマセット公爵チャールズ・シーモアの次女で、アルジャーノン・シーモアの妹のレディ・キャサリン・シーモアであった。六代公が1748年、七代公が1750年に、相次いで死去すると、七代公の一人娘、エリザベス・シーモアとその夫第四代順男爵。 ヒュースミソンと共に相続人の一人になった。すでに断絶したパーシー家のノーサンバーランド伯爵が、維持していたカンバーランドのイグリモント城とサセックスのペットワースハウスといった多数の遺産の半分を継承する権利を有したのであった。継承権を有した理由は、第11代ノーサンバーランド伯爵ジョスリン・パーシーの一人娘で、 唯一の相続人だったエリザベス・パーシーが六代行と結婚したからだった。ウィンダムとキャサリン・シーモアは二男三女を設けた。この五人にはカキを含む、ウィンダムの二人目の妻は、ウィリアム・ゴドルフィンの未亡人、マリア・キャサリーナデジョングだった。ウィンダムの肖像画は、オーカード・ウィンダムのペットワースハウスに現存する。ありがとうございます。